顎関節症。でも見るからに沢川先生はきつそうですもんね。頭骨調整と針の力もお借りして。全然針が入らないと思って。開きやすさが全然違いますね。噂の神田のマケルです。サーカスです。今日はサーカス先生のお口があんまり開かないということで、痛みはではないんですけども、顎関節症ということなので、カナの施術の中にある頭蓋骨調整と針の力もお借りして、しっかりお口を開けてもらえるようにしようかなと思います。サーカス先生がどのくらいお口が開くのかですね、ちょっとやってみていただきたいので、我らがあやさんのお口チェック。すみませんます。4本と3本入らない人。でも見るからに沢川先生きつそうですもんね。口が開いてないですもんね。奥歯の治療とかも死にそうになるぐらい。死にそう。はい。めちゃくちゃ辛い。まず首の動きから確認していきます。どっちが向きにくいとかありますか？左ですかね。左がちょっと向きにくい。うん、はい、まずが。左右差を比べていきますね。あ、ここなんだ、不思議な。大阪先生のあの石膏パックの動画の視聴者さんのコメントに、大阪先生太りましたかみたいな、なんかバナナマンみたいになってますみたいな。で、あの顎の形上二乗顎になりやすいんですかねって話したら、顔の大きさに比べて首が太いと。ちっちゃいんですよね、顎が。抗菌がそんなに張ってる感はないんですよね。でも硬いもの食べないです。せんべいとかあんま好きじゃなくて、豆腐とかしかも食べないです、ね、でもほんと硬いと思うものが、まあ、好きじゃないです。お肉を食べるんですか？あ、もうあのいきなりステーキとか行くとこの辺筋肉痛です。いや本当に、いや、ほうほうなんですよ、本当に。抗菌は、はい、パンは、まあ、ハードめのパン好きなんですけど、はい、めっちゃ時間かかる。食べる、うん。今ですね、あの耳の後ろの骨を触ってるんですけど、ここでちょっと左右差があるかなっていう感じがするんですけど、ちょっと顎関節見ていくんで、ゆっくり顎を開けていただいていいですか？かなりずれてますね。左側が先に動いて、右側が後から動いてるって感じですね。これで痛みがないのがすごいですね。痛みがあるとこまで開けてないんでしょうね。ああ、なるほど。顔がですね、こう傾いてる感じなんですね。こういうねじり方で、頭蓋骨調整ってこうねじれてるのをこうやって元に戻してあげることによって、ここも調節されるし、小顔にもなっていくっていう。カナでは、小顔針といって、美容神経をした後に小顔矯正する施術があるんですけども、まあ、今日は小顔というよりもこの顎の開きにアプローチをしていくので、先にですね、ここの硬くなった筋肉を針で緩めてから頭蓋骨調整をしていきます。首の後ろですね、ちょっとズーンときてます。めっちゃ硬かったんですけど、全然針が入らないと思って。首の後ろですね、結構硬いですね、首周りは。うーん、自覚はないんですね。そうですね。暗号の横に針していきますね。ここはちょっと響くかなと。ちょっとこの辺でやめときましょうか。ここはさすがに響きますか。耳の後ろから出ている骨が鎖骨についているの、鎖骨乳突筋って言うんですけど、硬いですから、この辺は響きやすいですね。こっち大丈夫です？いや、響いてます。めっちゃきた。ここに甲骨があるんですよね、はい、そこのところに抗菌っていう咀嚼噛む力の筋肉がくっついてくるんですけど、顎の方はあんまり硬くなかったんですけど、こっちの上の方こうくっついてるので、こっちの上の方はちょっと硬いですね。硬いとどうしてもこうちょっと響きやすいのは響きやすいですね。はい、じゃあちょっと軽く顎を上げてください。ああ、はい、閉じてください。うん、いきますか。うん、
右が超硬いですね。うん、閉じていいですよ。うん、ちょっと時間を置きますね、筋肉緩めるので。はい、じゃあ針抜いていきます。坂先生寝てるんですか。ん、あ、起きてますね。あ、でもここめちゃくちゃ柔らかくなりましたね。おお、すごい。ちょっとじゃあ一回起き上がっていただいて、はい、今日もいい形の髪でした。はい、3。お、あ、あ、すごい。はい、いける、いきますね。お、あ、すごい。大丈夫ですか。はい、全然余裕。はい、開きやすさは全然違いますか。そうですね、さっきよりは空いてる感じ。いや、全然空いてますよ。うん、あとちょっとやっぱこの辺の窮屈さは若干見ててもあるかなとは思うんですけど、これをですね、さらに開きやすくしていくんで、はい、お眠りください。お眠りください。目指せ4本ですか。坂先生の場合はこういう形で今頭蓋骨がずれている状態なので、こういう風に整えていきます。頭蓋骨調整はこう骨のしなり、そのしなりを利用してですね、なんで多分動いてるか動いてないかわからないくらいの、実際骨動いたら怖いですけど。やっぱ実際にこう骨を動かすとか関節動かすってなるとものすごい力が必要になるので。でも本当あのこれ気持ちいいんですよね。結構こう寝ること言いますもんね。いや、ぐっすりです。大半の方は寝てますね。それぐらいあの痛くないですし。三角先生もともとこう顎はねシャープなんでですね、ただこう最近はねちょっとこうバナナマンって言われるけどこうちょっとお肉がねこの形でるんでね、かなり顎ちっちゃいですからね、ほんと。そうなんですね。顔はめちゃくちゃちっちゃいと思いますね。で、首が太いんで。わかりますかね、だいぶここ引き上がってるの。そうですね、右も一緒にハンバーガー食べ行くためにハテガムしていきます。そうですね。坂先生と多分ね、ご飯連れてってもらったことがないので、ご飯連れてってもらったことがないので。そうですね。確かに、みんなでハンバーガー食べ行きましょう。連れて行ってもらいましょう。何ハンバーガーが好きですか。ちょっと前ハンバーガーブームあったじゃないですか。東京近辺のハンバーガーほとんど行きました。すごい、口開けんのに。マケル先生は何バーガー派。でも私結構普通のハンバーガーが一番好きかもしれないですね。なんか結構こう、お店によってはこうね、アボガドとか、こうなんかマッシュルームとかいろいろこうおしゃれな感じで入って食べるんですけど、でも結局一番美味しいなと思うのは結構普通のハンバーガーが一番好きかなっていう。僕はね、フレッシュネスバーガーのビールが好き。それもハンバーガー。あれ何ビールになるんですかね。いや、オーガニックビールみたいな感じなんですけど。そうなんですね。めっちゃ美味しいんですよ。え、本当です。うん、ポテトもフレッシュネスが一番美味しいんですよ。そうなんですか。ちょっとなんか食べたくなりますね。やっぱほら連れて行ってもらわないと。天地あるじゃないですか。はい、向こうの方ですね。向こう。そうです、向こうの方です。そうしているうちに。整ってきました。で、ね、ハンバーガーも美味しくいただけてもらえますし、何よりねこう歯の治療がね苦痛じゃなくなる。そうですね、やっぱずっとね口開けとくのもね大変ですからね。何より口が開かないっていうのは多分 ね、 そうですね、ちょっと歯医お医者さんが大変ですよ、ね、メンテナンス歯医者3ヶ月に1回行ってますけど、はい、歯を切るの苦痛となったこと一度もないですもん。なんか化粧良くなりましたね。顔の色変わりましたよね。だいぶ左がシュッと整いました。はい、あ、本当に整いました、はい、じゃあちょっとねお花もしていきます。あの坂先生先ほどですね、まあ、口が開かないっていう話をねしてくれたんですけど、他に症状ありますか。目も耳も鼻も丸いって。これすると結構鼻通りますよね。鼻スッとするので、うん、あの結構眼鏡かけやすくなったとかいう方多いですよね、うん、ちょっと頭をしていきますね。
ということで、なんか目開きやすそうですね。うん、そうですね、うん、じゃあ起き上がっていただいて。あ、でも、うん、シュッとしました、このあたり。だいぶ、うん、うん、この辺、なんかもともとまだこのラインはすごいシャープなんですけど、ここの立体感が出てるので、もう多分バナナマンがやる。バナナマンに対してめっちゃ、ね、喜んでる。喜んでるわけじゃないんですけど、いやいやいや、もう言われないかなと思いますので、口を開けていただきます。お、お、余裕。お、すごい。4は4は4無理。無理。でも、あ、でも開きやすさが全然違いますね。そうですね、さっきより全然、うん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 、すごい。でやっぱりこう頭蓋骨調整、まあ、今日しただけで、まあ、2本半ぐらいしか開かなかった顎がですね、まあ、3本は優に入れるようになったんですけど、やっぱりですね、こう回数と時間が必要になってくるので、1週間に1回以上5回ほど繰り返してもらうと、本当に多分綺麗に開けれるようになります。シュット感とかもですね、キープできるようになってくるので、気になる方はですね、動画下の説明欄、見ていただいてお問い合わせいただければなと思います。ゆっくり開けてください、はい、あ、ほんとだ、うんうん、ちゃんと綺麗に左右同時に、さっきはですね、こっち左側が先に開けてから右側開いてたんですけど、うん、なんかこうずれてたんですね、なんですけど、今はこうちゃんと綺麗に開けてますね。うん、うん、うん、目の開きは全然違いますね。すご、今日はですね、ちょっとお口があまり開かないサーカス先生に対して頭蓋骨調整をプラス針ということでさせていただきました。まあ、見事ですね、3本まで開くことができたので、近いうちにハンバーガーをみんなで一緒に行きたいと思います。これからもこういった施術動画や美容健康情報を配信していきますので、よろしければチャンネル登録、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。すぐにアップしたから。お肌ツヤツヤですよ。もうお肌綺麗。洗顔してますか？うん、そうですね。洗顔、うん、ほとんど海に行ってないんで。あ、紫外線の影響も少なく。いや、めっちゃ綺麗。触った感じも。うんうん。いい感じ。